ちょっと、レディには優しくしなさいよ。乱暴な男は持て。ああ、もうピーピーうるせえな。悪い。何よ、マスターと話すくらいいいでしょ。マスターなら、はぐれて。ここはガキの来る場所じゃねえんだ。迷子の。ふん、分かったわよ。マスターなら話が通じると思ったけど。 あれ、あんたは。ねえ、名前を聞いてもいいかしら。ふん、そっか。あんたとはもう少しお話ししたいけど、今はいなくなった妹の。まさかこんなところであんたに会えるなんて。うん。
Thank you.
いや、遅かったな。ここの虫風呂はなかなかいいぞ。客は俺たちしかいないらしい。せっかく貸し切り状態なんだ。しかし、俺たちこれからどうするか。追っ手がここ。ところで、お前少しはこの里を見て回ったんだろ？何か気がついたことでもあったか？妹を探している女の子を見たって？まあ、その子なら俺も見たぜ。酒場で聞き込みなんて混ぜてるよな。妹、妹か。まったく、出来の悪い妹を持つと、兄ちゃんやん。おい、なんか喋ったか？せがって、私、いや、お風呂に行くって出かけたまま、どこに行っちゃったの？はあ、迷子、ん？な、酒場の前にいた女の子が、さぞ心細かっただろう。なあ、ちびちゃん、お前の名前は、なんて？よし、ルコ。お前の家族に会わせてやるから、俺たちについ。Thank you.
言ってよ、大人を困らせるな。早く親のところに戻るな。ああ、いたいた。相変わらず大人相手にガミガミ。まったく、てんで話にならないわ。この里の連中、どいつもこいつも。あら、あんた。よう、ちびちゃん、俺たち お前が探してる妹。ほら、お前の姉さんだろ。そんなところにいないで出てきな。あの、誰よその子。私そんな子知らないけど。何？私一人っ子だよ。いなく。まあ、何なのあんた。 人の話もろくに聞けないなんて、とんだひよっこちゃんね。なんだとこのチビ。お前の方がか。とにかく、その女の子も迷子みたいだし、このままじゃ拉致が開かないわ。ねえ、あんたたち、悪いけど、私を酒場のマスターのところまで連れて行ってくれない？ありがとう。私一人じゃ酒場に入…… いらっしゃいます。あ、お前はこりん。俺たちの連れが何？あ、いや、こいつは失礼しました。こんにちは、マスター。 うん、ほほう、元気そうなお嬢ちゃんだ。ご注文。お気持ちはありがたいけど、今はゆっくりしている暇はないの。単刀直入に、私と似た格好をしたセーニャって子が誰か。セーニャ。
う、あのお嬢ちゃんならうちに。そう、セーニャは西の方にお姉さんがいる気がするから、そこを目指すって言って。うん、西の方？なんも入れ違いだわ。セーニャは私を助け出そうとして。実は私、虫風呂に入っていたところを魔物にさらわれちゃって、せっかくそこから抜け出してきたのに、今度は妹のせい。ねえ、あんたたち、ただ今はまだ詳しい話ができないけれど、お願い、どうか何も聞かないで。ありがとう。お姉ちゃんたち、いちゃ。子供は危ないからダメ。あなたのパパについては心当たりがあるの。必ず連れて帰ってくるから、いい子でも。お前だって子供じゃねえか、ちゃんと。あたしを誰だと思ってるの？聖地ラムダからやってきた最強の魔法。むしろあんたの方があたしの足を引っ張らないように気を。さあ行きましょう。魔物のアジトがあるのはここから西の地下に広がり、きっとセーニャも迷宮のな。私知ってるのよ。
俺たちの勝ちだ。
俺たちの勝ちだ。Yeah!
上がり。あぶねえあぶねえ。この先には確か落とし仕掛けを作った張本人が下手打って穴を開
してますもの。ちょっと。もう紛らわしい倒れ方し。なあ、お取り込み中のところ悪いが、せん。実は私とこの子はこんな見た目になっちゃったのは深い訳があるのよ。私をさらった魔物はね。ここをアジトにしてたくさんの人を魔力を吸い尽くされないようにこらえていたら、どんどん年齢の方も吸い取られたみたい。それで今はこんな格好ってわけ。つまりこう見えて私はれっきとした年頃のお姉さんなの。それは分かったけどさ、お前体がそんな状態じゃこの先いや。ええ、そうよ。だからあんたたちにはあの魔物から魔力を取り戻すまで付き合ってもらうわ。私からもお願いいたします。回復呪文で皆様のお手伝いをしますわ。
れだけ注意したのに、獲物に逃げられやがって。ごめんなさいじゃ済まねえんだよ。あのベロニカという女はただ者じゃねえ。桁外れの力と極上の素質を秘めた何年に、あの女の魔力を全部お納めすれば、いずれ現れる魔王様の右腕に。いや、魔王だって間違いないわ、あの魔物たち。あの竜のそばに大きな壺があるでしょ。なるほど、あの壺。あ、ははーん、なるほど、おめえ家宝はブチ切れて待てとはこのことよ。さあ野郎ども、仕事の時間だ。こいつらの魔力全部吸い尽くしてやるぞ。こうなったらやるしかねえ。油断するなよ。魔王様の右腕になるという俺様の。おい、その魔王ってのは何だ。さいずれ魔王様に。ああ、いずれ現れる魔。私の魔力はそのああ
れで魔力が。この通りすっかり元通りですが、お姉様、そのお姿は。年齢までは元に戻らない。でもせっかく若返ったんだし、まあいいわよね。まあお姉様らしいですわね。なんだかそのお姿のお姉様も愛おしく思えてきましたわ。ところで、ねえお姉様。ええ、もちろん妖精に。命の大樹に選ばれし勇者よ。私たちは勇者を守る宿命を負って生まれた聖地ラムダの一族。これから、あなたは災いを呼ぶ悪魔の子などではあります。里の者から聞かされていました。私たちまあ私は最初にあんたを。勇者を守る聖地ラムダの一族か。俺の読み通り、どうやらお前は本当に世界を救う勇者だったみたい。あんたにはまだ話したいことがいっぱいあるんだけど、その前もう一人助けてあげたい人がいるの。かしこもろ。おい、そこに誰。もう大丈夫よ、おじさん。あの悪い竜は私たちがやっつけ。いやー、ありがてえ。もう少しであの魔物たちの餌にされるところだったぜ。まったく、あんな可愛い娘さんをほったらかして、こんなところで魔物に捕まってちゃダメじゃない。え、あんたらまさかあの子を。心配しなくても大丈夫よ。ホムラの里の酒場で預かってもらってるから里に戻っ。ありがとう。俺の名前はルパス。あんたたちから受けた恩はきっと忘れねえよ。ルパス、その名前ギク。それじゃあ俺はルコが心配だから先に行くぜ。あんたたち本当にありがとうな。行ってしまいましたね。なんか引っかかるけど、まあいいわ。あたし、
いや、起きてきたか。俺たちもちょうど集まったところだ。やっと聞いてもらう時が来たわね。勇者であるあんたと私たち。大いなる闇、邪悪の神が天より現れし時、光の紋章を授かりし大樹の。そう、信じられないだろうけど、あんたはかつてその紋章の力で邪悪の神は倒されたはずなのに、なぜ勇者がこの世に生を受けたのか。それは私たちにも。そこで真実を突き止めるために、あんたを勇者とゆかりの深い命の大樹へ導く使者として、私たちが大抜擢されたってわけ。ほーん、命の大樹か。そこに行けば全ての謎が明らかになるってんだね。あんたってほんと考えなしね。命の大樹って空に浮かんでいるの。かつて邪悪の神と戦った勇者様は空を渡り、大樹から使命を授かったそう。なんだよそれ、あんたらにもわからないってことかい。命の大樹ね。まあ、なあ、昨日助けてやったおっさんな、実はあいつ有名な情報屋なんだ。命の大樹について、確か迷子のお嬢さんを迎えに酒場まで戻るとおっしゃっていましたね。あといっぱいだけだから大丈夫だって。やっぱ命拾いした後の一杯はうめえよな。よおっさん、ご機嫌じゃ。ん、俺さ、おっさんのことを思い出したんだ。あんた裏社会では結構名の知れてる情報屋の、なんでも生まれつきの不運を逆手にとって厄介ごとに巻き込まれちゃ。へん、バレちまったならしょうがねえ。そうさ、俺があの魔物にさらわれた時はたまたま男湯と女湯ののれんが入れ替わっててな、間違えてそのまま女湯に入っちまったのさ。ラッキーだったのもつかの間、そこで俺は見ちまったんだ、人さらいの魔物と必死で戦う姉ちゃんの姿を。加勢するはずが俺は丸腰だったし、あっさり一緒に捕まっちまってな。あとは知っての通りだ。ところでおっさん、命の大樹を知ってるか。命の大樹に無ほう、命の大樹とはでかいターゲットだな。いいだろう、あんた穂村に来る前、南西の砂漠の真ん中で砂漠の大国サマディの兵士が運よく通りがかって、俺たちを城に運んで解放してくれた。意識を取り戻したその時、俺は見ちまったのさ、城の中に飾られたキラキラと七色に輝く枝をな。俺の目に狂いはねえ、あれこそが命の大樹の枝だと思うぜ。まあお姉様、ま、お城の…そうね、枝とはいえ命の大樹。あんたもたまには役に立つのね。それではお姉様、ひとここから南西の関所を抜けて進んでいけばサマディ王国にたどり着けるはずですわ。勇者様、これから先長い旅になる。南西の関所は
サマディ王国の蛮兵が厳重に道を塞いでおります。Thank you.